前から赤川さんのインスタとか見とって、ずっと腰道具が気になってたんです。マジっすか、嬉しい。まあ、腰道具自体も気になるんですけど、はい、僕ら電気屋と消防設備士さんで、はい、全然多分配置も違う、まあ、パッと見ただけでも違うし、はい、道具も違うと思うんで、はい、まあ、このニックスの腰道具のパーツの説明もしながら、はい、なんかこう道具も説明してもらえたら嬉しいなと思うんですけど、あ、なんでこれを入れて、あ、はい、そういう解説をしながら。あ、わかりました。いいですか？はい。お願いします。はい。で、こっちから行きましょうか。はい。まあ、いきなり、ちょっと、なんですけど。はいはいはい。まあ、これがいわゆるアルミの。はいはい。ベルトループですね。はいはいはい。ニックスさん。これが一番軽くて。はい。まあ見栄えもいいなっていうので。はいはい。かっこいいですね。はい。ワンポイントで。はい。入れちゃいました、はいはい。全部これにするかっていう案も自分の中であるんですけど、一応この赤タグと言われる。はいはい。ニックスの純正の。はいはい。タグになるんですよ。はい。この赤タグっていうのが、まあ、一番ポピュラーなんですけど、はい、これで揃えるとかっこいいんじゃないかって自分の中で思って。確かにかっこいいですね。私、赤川、はい、なので赤チャンネルの赤川だけに、はい、ちょっと赤で攻めたろうかな、はい。でもこのテーマは黒と赤。はいはい、赤を全面に出そうっていうので、赤タグの腰道具っていうふうに呼べるんですけど、はいはいはい、全部赤タグで行きたかったんですけど、ちょっとここだけ遊びでアルミにしてます。相手なんですね。はい、そうですね。はい。で、ここがいわゆる、あれですね、アルミのチェーン。なるんですけど、はい、このチェーンタイプのメリット、まあ、ゆうさん分かってると思うんですけど、はい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 、まあ、こう稼働するんですよ、こういうふうに。はいはいはい、はい。なので、絡んだ時とかに、あ、なんか物に当たった時とかもやっぱりこう避けてくれるので、そうです、座る時とかですね。座る時とか、はい。すごいいいので、歩く時にちょっと動く、カチャカチャするっていうのが、はい、ちょっとなと思う人もいると思うんですけど、これが意外と癖になるんですよ。はいはい、はい。カチャカチャなりますね。はい。これは普通は3連って言って、はいはいはい、もう1連あるんですけど、はいはいはい、これアレンジで2連にしてます。へぇ、こことここを繋ぎ合わせて、まあ、ゆうさんのやつとかは、はいはい、これ映してもらっていいですか、はい、こんな形で、普通は1、2、3、4つ。ああ、確かに、ね。つなげるのが、これがスタンダードの形だと思うんですけど、はいはいはい、僕の場合は、まあ、1個減らしてます。へえ、あ、わざと。はい。これ減らした理由としては、はい、安く仕上げるっていうのと、はい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 、あんまり長くすると、はい、やっぱり手が届きにくかったりとか、ありますね、はい。っていうのがあるんで、僕はこの3連タイプ。はい。まあ、2連っていうんですかね。はいはい。ちょっと呼び方人それぞれだと思うんですけど、これにしてます。で、ここが、まあ、自在アタッチメント。やつなんですけど、これが電動工具のアルミフッカーっていうんですかね。インパクトとか充電ドリルとかのついてるやつですか、はい、そうですそうです。あれをここの、この穴に、あのインパクトとかをここに引っ掛けたりするようで置いてます。結構使うんですね。そうですね。で、ごめんなさい。言い忘れたんですけど、この腰道具はそもそも点検用なんですよ。点検用。はい。消防設備の仕事って、はい、工事と点検で大きく分かれるんですけど、それぞれ使う道具がちょっと違うんですよ。ははは。で、この腰道具は消防点検用で作りました。はいはいはい。で、点検でインパクトとか充電ドライバーいつ使うのって話だと思うんですけど、はい、ちょっとマニアックなんですけど、はい、防火シャッターとかの点検の時に、チェーンとか、あるいはシャッターを巻くような機械を手で巻いたり、こうやってやったりするんですけど、やっぱり充電ドライバーの方が早かったりするので、とりあえずよく使うんですよ。その時にやっぱり引っ掛けたりするんで、まあ使ってるんですけど、ぶっちゃけ使う頻度は少ないんで、結構飾り的な要素が強いです。インパクトありますもんね、これ。色の意味でね。はい。はい。で、つけてます。はい。で、これはいろんなカラーがあって、はい、赤をチョイスしました。ははは。はい。これは何のためのあ、これはただここを押さえるためのもので、勝手に、もともとある。リベットってことですか？いや、これはネジで締めてます。あ、これは自分でやりはったんですか？いや、純正です。ここにこう、ちょうど入るとかじゃなくて。そうですね。純正で最初からこの状態でした。ははは、なんか意味があるんでしょうね。ちょっとわかんないです。はい、すいません。はい。はい。で、次に、はい。まあ、シンプルなサックなんですけど、はいはい。まあ、ドライバーとペンチ、別個にする人も結構いると思うんですけど、はいはいはい。僕結構立体型が好きで、昔からこのタイプよく使ってるんで、はいはい。これ使ってるんですけど、まあ、こっちがドライバーですね。はい。これがよくある、まあ、ベッセル、充電、こういうタイプです。動くやつ。充電の、デンドラボール。デンドラボール。ってやつですね。はいはい。まあ赤色でちょうど色合いもいいし、このビットですね。これプラスとマイナス両方できるベッセルのやつ買いました。はい、で、この長さが好きなんですよ。はいはいはい、長すぎず。短すぎず。短すぎず。ちょっと短めにしてます。はい。こっちがマイナス、はい。これがクラインさんマイナスで、はい、僕クラインさんとか使ったことなかったんですけど、あ、そうなんですね。神田機工店さんって尼崎の、はいはいはい、ところで見つけて、
結構電気屋さんがみんな使ってるんで、これ。確かに、ね。なんか、かっこいいなぁと思って、はい、ちょっと憧れて買いました。はい、はい。ものすごい持ちやすくて。使いやすいんですか実際。僕使ったことないんですけど。実際めちゃくちゃこれ使いやすいです。回しやすいですね。回しやすい。カラーがちょっと防災やチックというか、そうですね。あんまりないものの、まずこれがハケ。これ何に使うかっていうと、はい、消防点検で、土火器とか、清掃するときに使う。掃除用ってことですね。そうです。はいはい、掃除用ですね。まあいろんなハケがあるんですけど、はい、この形のハケが、一番いい理由がありまして、はい、ここの細さとこの形が、消火器の裏を掃除するのに、一番やりやすいんです。はいはいはい。もともと木だったんですけど、はい、黒く染めてます。確かに塗ってますよね。こだわりポイントなわけですね。そうですね。ここも、はい、先も塗ってるんですか？いや、先はもともと黒です。もともと黒、ね。はい。粉とか塗ってるやつです。はいはい。こんなに塗ってる人多分なかなかいないですね。そうですね。わざわざ塗ってる人。はい、ある人にめっちゃいじられました。はい。なんでもお前黒くなるなって。はい。これがまあ、モンキーですね。ほうほう。はい。これスパイダーっていうブランド。初めて見ましたもん。はい。ガンメタで、ここにワンポイントの赤が入ってたんで、はい、もう完全にこれは色合いで決めましたね。はいはいはい。この17を特に使うわけでも、まあそういうわけでもないです。とりあえず赤が入ってたから。そうですそうです。まあこだわりポイントですね。そうですね。はい。まあ、強いて言えば、はい、あと泡消火設備の消防検査で、プールを組むときに、足場単管とか、でプール作るんですけど、単管を閉めるときに使う。あははは。ぐらいですかね。点検。点検。単管。そうですそうです。点検で言ったら。結構ずっしりしてるんですけど、まあ回しやすいし、はいはいはい、持ちやすくて僕は結構気に入ってますね。ちょっといいですか、触って。どうぞ。あ、結構重たそうに見えて、こう空洞がある分軽いですよね。ああ、確かに。いいですね。はい、あとはカルブラックっていうもっと軽いカーボンのやつとか使ってるんですけど。はいはいはい、どうしてもやっぱり耐久性っていう面では落ちるんで、あと、本締めに使えないんで、はいはい、やっぱりこっちの方が、僕はいいかなと思いました。で、次に、ちょっとこのペースちょっと遅すぎます。もうちょっとです。そうですね。サクサク言いましょうか。次に、これはまあ、サックその2なんですけど、はいはい、これはクニペックスっていう、お有名なやつですね、はい。はい。メーカーのニッパーで、はい、ドイツ製でしたっけ？ドイツ製だったと思います。海外製。ジャーマニーです。ジャーマニーでしたね、はいはい。やっぱね、いいですね。あ、いいですか。なんといってもこの開閉のしやすさが、やっぱり段違いなんです、ね、あとこの形状がやっぱり力が入りやすいので、はいはいはい、すごく僕は好きですね。かっこいいですね。はい。で、次にこれが、いわゆるネジ、舐めたネジとかを回す用のやつで、黒金シリーズ、富士屋さん。まあよくネジザウルスとか皆さん使うと思うんですけど、はいはいはい、こっちの方が色がかっこいいなと思って。これをわざわざって言ったらあれですけど、はい、腰道具に入れてるってことは、はい、結構使うんですか？あ、そうなんですよ。僕らは正直使うことあんまないんで。あ、そうなんですか？多分電気屋で腰道具にネジザウルス入れてる人って少ないんじゃないかなって、僕は思うんですね。なるほど。入ってたから、はい、そんな使う機会あるんだ。ああ、なるほど、なるほど。これを主に使う場面としては、はい、例えば非常警報っていう、まあ、ベルがあるんですけど、はい、そこのビスを外すときに、はい、まあよく舐めてるんです。ビスの頭が潰れてるんですけど、その時にドライバーじゃどうしようもない時に使ったりとか、あるいはマンホールとか開ける場面あるんですよ。はいはいはい、点検で。その時にマンホール開けの代わりにこれをでギュッと持って開けたりとか、いろいろと使い勝手がいいんで、なおかつちっちゃくて軽いんで、はいはいはい、僕は入れてますね。ペンチが逆になるんですね。そうですね。はい、ペンチの代わり跳ねてると。そうですそうです。確かにちっちゃくていいな。はい。ね、軽いし。ええ。かっこいいし。ありがとうございます。これもちょっとマニアックやと思うんですけど、はいはい、ロボグリップっていう、ほうほう